おはようございます。時刻は10時を回りました。この時間は FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りします。お届けするのは FM ギノワンスタッフ田辺幸です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です。できる限り地域に根ざした様々な情報をお伝えします。この番組ではご意見、ご感想も受け付けております。防災、防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど、些細な情報でも構いません。メールアドレスは797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com また FM ギノワンは YouTube ライブとツイキャスで映像と音声を配信しております。こちらもご覧ください。そしてサイマル放送、全く同じラジオと同じものをリスンラジオまたはマイチューナーで聞くことができます。スマホかパソコンで無料アプリから聞いてください。それでは今週のゲストは防災士の松村直子さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。。今日雨って言ってたけど、なんか春らしい、ね、いい天気ですね、はい、なりました、はい、穏やかですね、はいはい、心も穏やかに、はい、行けたらいいなと思います、ね、そういうゆとりのある時にちょっと防災のことを ね、 そうですね、考えたらちょうどいいかなと思います。はい、はい、前回来ていただいた時は赤ちゃんがいる人はね、いざという時どうしたらいいだろうっていうお話がメインだったんですけど、今週はどんなお話でしょう。はい、はい、ちょっと大きい子たちですね。幼稚園から小学校ぐらいまでの子どもたちを家族でどういうふうに防災を教えていったりとか、いざという時に守れるように育てるかっていうお話をしたいと思います。はい、お願いします。これって学校とかで習うんですかね。あのですね、防災っていうジャンルが一つの学問になっていないので、うんうんうん、例えば理科の中で雨がたくさん降ったらこんなことが起きるよとか、うんうん、地震ってこういうメカニズムで起こるんだよとかいうのをちょっと習ったりとか、うん、社会科で、僕の町私の町っていう単元で、うんうん、自分の住んでいる町のことをよく知っておこうということで、社会福祉施設があるよとかいうことをね勉強したりするんですけども、うん、防災っていうジャンルとして、一つの単元を学ぶっていうことは難しいみたいです、うん、じゃあこれを聞いた大人がやっぱり家族に教えるっていうのがいいですかね。そうですね、防災って言ってしまうと難しいんですけども、命を守ることについて、ちょっとずつ暮らしの中で教えていけたらいいかなって思います。はい、あまり構えてしまうとね、難しくて怖い話になっちゃうかもしれないので。はいはいはい。で、今日はですね、うん、このお話の中で大きく3つポイントに絞ってお話ししようと思います。はい、まず1つ目なんですけども、体と心を守ることっていうことですね。これが1つ目です。うん、自分自身を守るっていうことがとても大切だよっていうことを本人に知ってもらうっていうことが大切です。例えば怪我をした時とかって、はい、痛いよってなってお母さんとかが大丈夫って周りの大人が言ってくれるんですけども、うん、もう転ばないようにしてねって言ってもうん、転びたくて転んでるんじゃないし、なんで転んだか分かんないしってなってしまうと、これ自分で考えられないですよね、はいはいはい、うん、なので一緒になって原因を考えたりとかすることによって、それを繰り返していくと、
あ、じゃあこうしなければ転ばないかもしれないっていうのが自分で分かってくるようになると思うんですね、うん、あの熱いもの触ったらやけどするとかっていうのも、うん、あの最初は全然知らないのでやっぱ触ろうとして親がダメって言うから、あ、これもやっちゃいけないことなのかなって気づいていくのと同じで、これを、防災の範囲まで広げていく、うん、こんなことすると何かあった時に一人で自分のこと守れないぞっていうことを教えてあげてください、うん、なので、子どもが自分の力で考えるっていう力を育てるっていうことですね、うんうん、例えば台風来ますよね、うん、この時にお外に出てみる人って聞いてみてください、うん、そしたら多分子どもたち行かない、うん、危ないって言うと思います、うん、でもものすごいちっちゃい子だと、うん、今ドライブ行くって言ったら行くって言っちゃうと思うんですね、うんうん、なのでそこの違いは何かっていうと経験値です、うん、なので、あえて今外に出たらどんななるかなってお母さん行ってもいいって聞いてみてください。そしたら多分子供が必死で止めてくれると思います、うん、ねってお母さんも危ないけどおちびはもっとちっちゃいのがもっと危ないよって言って出ないどこねっていう風な、こんな簡単なことで構いません、うん、今度からは自分で考えてねって、お母さん忙しいから妹の面倒見ないといけないからってねいう風な形で、自分で考えられるっていうことを教えてください、うん、でポイントとしては体を守る3つのポイント、あ、4つですね。頭守るっていうのはよく聞かれますよね、はい、地震起きたら机の下にっていうのがあると思うんですけども、あとダンゴムシのポーズ取ってくださいって言って頭押さえたりっていう風にするんですけど、うん、あれ首も背中も丸出しになっていて、うん、そこに家具倒れてくると、あの命は助かるけれども、うんうん、一生車椅子生活になる可能性もあります、うんうん、なので、頭だけじゃなくて、背骨、首から背中にかけてと、うん、あと足の裏を怪我しないように、うん、足怪我しちゃうともう立って歩けなくなってしまうので、うん、もう抱っこして親御さんが逃がすしかなくなってしまうので、うん、お荷物とか他のもう一人の子供とかが抱えられなくなるので、うん、頭、背骨と足の裏は必ず守るようにしてねってお約束して、体を動かし遊びしながらとかでもいいので、守るように教えてください。うーん、でもう一つは、災害が起きると心がすごく傷つきます、うん、あの大人もショック受けるんですけど子供もっと受けてます。うん、ただ大人は対処法を知ってます。人に言うっていうことですね。 うち大変だったのよって、うん、そのことでストレス発散してるんですけど、子供めちゃくちゃ我慢してしまうので、うん、あ、そうなんですね、うん、そうなんです。お母さんが大変してる、自分が困らしたらもっと困るはずだから黙っとこうって、あのお母さんのことを思いすぎて黙って我慢してる子がたくさんいます、うん、でそれがいつもと違うリアクションになって出てくるんですね、うん、怒ったり赤ちゃん返りしたり大声出してみたりとか、うん、あのふざけてばっかりするとか、うん、っていうことになって出てきてしまうんですけども、そうならないために、地震が起きてる時とか台風で停電して窓がバタバタいって怖いとか、こんな時には声かけをしてください、うん、で、子供がお母さん怖いとか言ってくれたらいいんです。本当だね怖いねって、うんうんうん、あのお母さんいるから大丈夫だよって、うんうん、そんな感じでいいんですけども、うん、何も言わない時の方がちょっと注意、うんうん、なので、あの普段しないかもしれないんですけど一緒に寝ようとか、うん、抱っこしてあげるとかって、うん、ちょっと大きくなってるから、うん、いらんって言うかもしれないけど、うんうん、お母さんが怖いから抱っこさせてって言ってくださいうん、お母さんが怖いちむどんどんするから抱っこさせてって言ったら、うん、あ、もうしょうがないなみたいな感じで、うん、受け入れてくれると思うので、うん、いつものお子さんとの違いをちょっと見るようにしてあげてください、うん、もちろんお母さんがね落ち着いてないといけないので、うん、体を守ることと命を守ることを自分で考えたり、お母さんがさりげなくサポートをしてあげてください、うん、はい。でもなんか表さない場合は気づきにくいですね。そうですね。なので表さないものだと思っておいてください。うん、すっごい頑張ってくれます子どもたち。なんか切なくなりますはい。じゃあ2つ目なんですけども、じゃあいざっていう時に対応できる子お子さんに育ててみてくださいっていうことです。いざっていう時はどういう時かというと、もちろん地震とか台風とか自然災害なんですけども、はい、一人ぼっちの時が子供にとっていざっていう時です。お家帰ってきてお母さんいると思ったら、うん、あれいない、うん、鍵持ってきてない、もうこれ彼らにとってもいざです、うん、なのでいざに対処できるっていうことを教えておいてあげてください。
まず一つ目は諦めない心を持つっていうことです。何か工夫したら今より改善するんじゃないかとか、もうダメだ、もう一人ぼっちだ、お母さんに捨てられたとか思わないで、あ、もしかしたら誰々のところに電話したらいるかもとか、あの次の手次の手を考えられるような、あの、まあ、性格もあるんですけどね、とにかく諦めてはいけないっていうことを知っておいてください。あの親御さんと離れてるとき、一人ぼっちで何かあったときに、お母さんに会うまでは絶対諦めないって思っていただけるといいかなと思います。どうやったら分かりますかね。私あの全然知らないところで家の前で泣いてる子供がいたんですよ、うんうん、どうしたの、もういざだよね、そしたら鍵がないって言ってもう泣くばかりでうんうん、うん、もうでもなんか落ち着いて喋ってあげたら、あ、こうするんだったみたいな思い出したりするけど、もうわーってなってる子だったんです、うんうんうん、これ親御さんからしたらえって思うかもしれないんですけど、うん、ちょっと触ってあげる、うん、うん、膝とかでもいいので、お手手つなぐとね、あの密着しすぎなので、ちょっとだけあの肩触るとか、あの膝をしゃがんでたりとかしたら膝トントンしてあげて、じゃあお母さん来るまで一緒に待つって、こんな感じでいいです。どこどこ行こうとか何々しようじゃなくて、横に座って一緒に待っとこうって、これだけでもあの違うと思います。うん、泣きメソしててもいいよって、うん、びっくりしたんだよねって、あの泣いたり、あの叫んだり黙り込んでたりっていうのは彼らの表現なので、それを否定しないように、うん、いいよいいよって、泣いててもいいよって言ってあげてください。泣くの我慢しようと思ったらもっと泣くんでね、うんうん、まあ、それをじゃあ普段からいざという時に落ち着いて諦めないで、うん、考えるんだよってことを、お母さんに会えるまでは絶対諦めないでよって、お母さんも絶対会いたいからって、諦めないで探すからさって言ってください。お互い諦めないっていうことですね。あの宮さんからツイキャス来てます、数年前の大阪の地震の時に、とっさに落ち火に覆いかぶさってた自分にびっくりしました、そうですね、あのこれ母性なんですけど、お母さんが、お子さんに覆いかぶさって、あの背中と頭と足守る、私は足で手のひらで足を押さえるために、私が足を開いて正座したところに頭突っ込んでもらって、覆いかぶさって足の裏を手で守るっていうのをやるんですけども、ちょっとね音だけでは難しいかもしれないんですけど、それやった時に今度お母さんの頭と背中ががら空きになるので、お布団かぶってみるとか、家具から離れたところにずるずる動いてみるとかっていう形で、お母さんも怪我しないようにしていただければと思います。かっちゃんからおはようございます。はい、おはようございます。はい、今日は小学生ぐらいの子どもの、ね、防災についてです。はい、だと、幼稚園より大きくなってくると、自分が今どんな気持ちなのかっていうのが、あの話せるようになってくると思うので、大切な情報になります。今怖いとか寂しいとか、はい、あとは、体の状況ですね、どっかが痛いとか、そういったこともあの口に出せる癖をつけてください。なので今どんな気持ちとか、それを普段から聞いてください。幼稚園から帰ってきたら、今日どうだった、今日楽しかった、腹立つことあったとか、あのマイナスなことも聞いてもいいと思います、で、一つとっても大事なのが、アレルギーがあるかどうかは言える子にしてあげてください、アレルギー持ちの子は特に。で、今100均であのアレルギーありますっていうワッペン売ってるので、もし自分のことはなかなか人に喋れないっていう子がいたら、あの服に縫い付けるとか、持ち出しバッグの方に縫い付けてあげたらいいかなと思います。はい、ああいいですね。あとは我慢しないっていうことですね、言葉にできなくても喜怒哀楽は表に出してもいいよって言ってあげてください。これはあれですね、普段からなんかこう練習してたらやっぱりできそうですよね、そうですね、私あの友達であんまり口きかない男の子がいた、大学生ですよ、いたんですけど、大学生の当時、あのなんかどうにかして人とコミュニケーション取れる人になりたいって相談されたことがあって、じゃあ一人の時でいいから、恥ずかしいからね、一人の時でいいから今日朝起きてカーテン開けて、うわ今日天気いいなって言ったりとか、何か食べた時にこれめっちゃうまいとか、思ってることをブツブツ言うようにしてって、
そしたら人の前でも言えるようになってきて、うんうんうん、それきっかけで相手が話してくるようになったら一緒に話が進んでいくからっていうふうにして、うんうん、優しい素晴らしいアドバイスやったことがあるんですけど、うんうんうん、それ結構聞きます。ああ、ちっちゃい時からねできてたらそんな大学生になったらもうねいい感じになってると思うから、はい、あの日本で第2位っていうぐらいの大きいねあの賢い大学の生徒さんだったんですけど、やっぱお勉強しすぎて、口きかないことが多かったみたいですけど今ではしっかりお父さんになってると思いますけれどもね。あとは、大人の人と一緒に過ごすことに抵抗がないようにしておくっていうことと、知らない子ども同士でも仲良くできるようにする。ちっちゃい時に公園行って知らない子どもと勝手に遊びますよね、うん、でも小学校に上がると小学校のが違うとえあれ誰見たことないみたいななんかちょっとスーミーするような感じになるんですけども、うん、あの知らない子どもとでも学年が違う子どもたちの中でもあの一緒にポンとあの輪に入れるように、うん、しておいていただければなと思います、うん、性格もあるでしょうけどね、うん、なかなか難しいですけどね、うん、そういった子は自分の得意な遊びとか、うん、あのお絵描きがうまかったりとかしてやってる時に見てって言えるぐらいだと、うん、あの話のきっかけができれば輪に入れることもあるかと思います、うんうんうんはい、そうですね。何もなくてだったら ね、おしゃべり苦手な人だったら難しいかもしれないんでね、はい、なるほど。工夫したらね何とでもできますね。はい、はい、今日は小学生ぐらいの子どもの防災について聞いております。じゃあ一旦 CM を挟んで、はい、いざという時のまた話をそうですね、はい、お伺いしていきます。はい、なんかね気がつかなかったよ。どこから聞こえてるのか、なんか自治会でなんかお祭りやるのかなっていうでも沖縄っぽくない音ですね。日本の江戸前な感じが音入ってたんだろうか。マイクでちょっと拾ってたと思います、ね、あれだけ音量なんかでも地元のお祭りに行って地域の大人と絡むっていうのも大事だけどね、うんうん、なんか今防災やってる学者さんのお祭り復活させて地域力を高めようみたいな。あ、お祭りがなくなったとことかってことですね。そうそう、コロナで特に地域なくなったらもう薄れますよね、つながりがね。地域の行事がないから余計。ライフサポートラジオをお送りしております。今日は防災士の松村さんにお伺いしております。引き続きお願いします。はい、はい、子どもさんを防災災害に強い子どもにする3つ目のポイントは、うんはい、備えることを教えてくださいと、はい、いうことなんですけども、これ、一緒にやってください、うん、よくあの持ち出し袋ね、非常持ち出し品を入れるリュックサックを作ってくださいなんていうふうに聞いたことあると思うんですけども、はい、お子さんの分はお子さんの分、うん、で、お父さんはお父さん、うん、で家族の1人当たり1人1個自分のものを入れるようにしてください、うん、あの4人家族用とかで、あのトランクのタイプのやつがあの何万円かで売ってたりするんですけど、あの家に4人揃ってる時もほとんどないですし、お母さんとお子さんしかいない時に、あの地震で地べたが、ね、ひび割れてる時にゴロゴロ引っ張れないので、あのめちゃくちゃ重いし、あまり理にかなっていないと私は思ってます。なので一人一個あった方が、その時にお家にある人があるものをお家にいる人が持って出るっていう形でいいと思います。やっぱり両手空くリュックがいいですよね。そうですね、特にお母さんはお子さん引っ張ったりとか、がれきどけたりとかっていうようなことも考えますので、あの両手が使える状態で、水害の時なんかも転んでしまうと手つけないと溺れちゃうので、手は空けるようにリュックがおすすめなんですけど、備え、どこに逃げるのかをまず決めておくっていうことですね、うん、3つぐらい子供に選ばせてください、うん、あの親が選んでしまうと子供その場所行き方わからないっていうこともあるので、
例えば学校にも通ってらっしゃるお子さんでしたら、じゃあ学校の体育館にしようねとか、うん、学校の体育館が避難所になっていない場合、うん、じゃあ誰々おばちゃん家に行っとこうとか、ね、あのおばあちゃん家に行こうでもいいですし、でもう一つ前通ってた幼稚園に行こうっていうのもありだと思います。とにかく子どもが分かる3つ3箇所ぐらいは候補に挙げておいてください。でその時にお子さんに、じゃあもしお母さんいない時に何かなった時、諦めないで必ず逃げてよって、そしたら今決めた3つの場所お母さん探すからどこかにはいてよって言えますよね、はい、うん、ということで、避難所は3箇所ほど、避難先を子どもさんと一緒に選んでもらって考えてください。そっか、はい、子どもにねここがいいからって言うんじゃなくて子どもが決めるんですね、うん、そう、行ったことないようなね、うん、大きい中央公民館とか言われても、うんうん、分からないですね、分からんってなったら、ね、それよりは確実にね、そう、つけないとこよりはたどり着ける場所、うん、もちろんその避難先が安全かどうかは親御さんが判断してあげてください、うん、はい、もう一つはですね、連絡方法です、うん、お父さんお母さんと離れてる時にどうやって連絡つけるか、うん、連絡がつかないことが一番不安にさせます、うん、姿見えなくても声聞こえるだけでも全然構わないので、これ2つルートを選んでください、うん、デジタルとアナログ、うん、で、デジタルはもちろん携帯持ってればいいんですけども、もし持ってなかった時にお母さんの携帯番号お父さんの携帯番号だけ覚えさせてください、うん、今子供さんも携帯持ってると番号知らないんですよ、うん、お母さんって書いてとか押すだけなの で番号をしっかり覚えてもらうっていうことですね。でそうすれば誰か持ってる人から借りれるの でもう一つはアナログです、うん、お家のどっかに人から見えないところにどこどこにいるとか誰々といるっていう風に書いてメモ貼って逃げておこうっていうルールを決めておくといいかと思います。で最後ですね、先ほどちょっと話しましたけども持ち出し品です。これは一緒に備えるなんですけど、お母さんとかお父さんが見守ってる中で本人に全部選ばせてあげてください。でこれなんでかっていうと、お母さんお父さんと離れている時家族と離れている時にこのお人形さえあればなんとか乗り切れるとか、ゲーム機を持っていくことでよその見知らぬ子男の子たちの輪に入りやすいっていうような子どもたちのコミュニティを守るため、子どもたちが自分の心を守るために必要なものかもしれないです。それを親がこんなものはあんな大変な時には何の役にも立たないよって言ってしまったら、普段から頼りにして一緒に寝てるこのうさちゃんが本当は役に立たないものなんだって傷つくかもしれないし、本当にいざっていう時に頼りにならない存在になってしまいますので、お子さんが選ぶものって1個で1キロ超えるものなんかないので、自分で持つっていうんだったら持ち出し品の中に入れようねって言ってあげてください。で実際に衣食住に必要なもので子どもさんが気がつかないものに関しては、じゃあお母さんがバッグに入れようねっていう形で何を持って逃げるのかは共有してあげるっていうことが大事かと思います。大人はつい衣食住以外のものなんかいるかって思う頭ごなしに言いそうですけどね、うん、その子たちにとってはとても大切なコミュニケーションツールだったり、自分を癒すためのものだったりするので、否定をしないように。でそれを言われて初めて親が気づくっていうこともあります。あ、だからこの子いつもこのタオル持って寝るのか、洗濯しないでっていうのはそれかっていうようなこともね気づいたりするので、ちょっと面白いかな。実際にはお子さんにね、いざとなった時に何持って逃げるってバッグに入れてみてって実際に入れさせてみてください。で重さ測ってみてリュックサック背負って走り回ってもらっていけそうだなと思ったらそれをいざっていう時に持ち出すようにっていうことでお約束しておくといいかなと思います。かっちゃんから親の携帯番号避難用リュックにキーホルダーにつけておくとかしたらいいかもって。あ、そうですね、いいかもしれないです、うん、なので、個人情報なのでね、うっすらうっすら教えておいてあげるって感じにしといた方がいいかもしれないですけどね、うん、あと防災リュックいつでも持っていけるように頭の上に置いてある通帳も入れとかな、いつ起きてもおかしくない南海トラフ地震あるからなって。そうですね、通帳は今使ってるやつじゃなくて1個前のとかでも大丈夫です。口座番号とかが分かればいいので、うん、1個前もう書き換えてしまった後のやつ、あと今のが必要の場合はコピー取ってコピーを入れておくと、普段の生活で困らないと思います、うん、
これは、保険証とかもそうですね、コピーを入れておくっていうことが便利だと思います。さすが阪神大震災経験されてるから、頭上に置いて寝てるってすごいです、そうです。私も靴を置いてます。靴と眼鏡を予備を置いて寝るようにしてます。じゃないと寝てる間に来る時もね。そうそうそう、阪神の時本当にベッドからパンって下に足ついた瞬間に足怪我するっていう人がいっぱいいたので、靴と荷物結構大事ですね。すごい大事な話今日もお伺いしました、子供さんとね、ぜひ落ち着いてる時にね、そうですね、もうすぐ春休みだからね、春休みに合わせて準備しようと思ってくれるといいかなと思います、ありがとうございました。ぜひ参考にしてください。ライフサポートラジオをお送りしました。 FM 宜野湾より、田辺由紀、そして今回のゲストは松村直子さんでした。ありがとうございました、ありがとうございました。いざという時に行動できるように備えましょう。それではまた来週。ありがとうございます。たまりました今日は前回にめっちゃやばかった。あとシーキルトンボちゃん、まあまあなんかね、最初でゆっくりしてしまいますね。そうそう、まったり感が出ちゃうから、なんかいやいや、まったりしてるわけじゃないんですけど意外と終了します、はい。